テイ界で天才と言われるレーサーといえば誰を思い浮かべるでしょうか。いろんな選手が出てくるかもしれませんが、選手からも天才と呼ばれるのが森田俊介選手。ただそんな森田選手が A2 級へと降格してしまうかもしれないという危機的状況に陥っています。なんでそうなってしまったのか、森田選手の状況を少しずつ紐解きながらお伝えしていきます。今後も競艇の情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。森田俊介、滋賀支部所属74期の A1 級ボートレーサー。デビュー当時から天才レーサーと呼ばれ続けている森田選手。そんな森田選手も実はデビュー時は中川という姓を名乗っておりましたが、両親が離婚されたこともあり、母方の姓でもある森田を名乗っていたりもします。入所の際もお母さんからボートレーサー募集の紙を締め切り1ヶ月前に手渡され、全く準備していなかったであろう中、受験して一発合格を果たしていたりもします。天才ですね。そんな森田選手はモーターやプロペラ整備をあまりしないという噂が常にありますが、ここに関しては森田選手ご本人曰く、僕はピットでプロペラとかの調整をやっている時間が短いんで、お前仕事せえへんなと言われることも多いんやけど、気になることがあってもやらずにいるわけではなく、自分なりに手際よくやっているつもりなんですよ、というのが言い分のようです。天才すぎて瞬時に作業を終わらせているからということもあるのかもしれません。できることは悔いのないようにやってるし、人からどう見られても自分のペースを崩さないという独自のペースを持っており、天才肌っぽい雰囲気が醸し出されていますね。実際このスタイルでデビュー2年10ヶ月で SG に出場もしていますし、それに SG も2回取っています。 SG ボートレースダービーを優勝した際の優勝賞金3500万円を東日本大震災の被災地に寄付というとんでもない偉業を成し遂げます。直近能登半島地震もありましたし、この森田選手の偉業がどれほど素晴らしいものか、長文とはなりますが、森田選手は震災を目にした時のショックが大きくて、自分が SG を取れると思っていなかったこともあるけど、もし取れた時に全額寄付すれば一生に一回人様の役に立てるやないかなってアバウトな感覚やったけど、当時からお母ちゃんなんかにはそうするように話してたんです。それで実際に優勝した後、友達やファンから「おめでとう」「感動しました」ってメッセージをいっぱいもらったことで、この優勝はみんなの力があってできたものやし、この賞金は自分だけのものではないなと思ったんで寄付することを決めました、とコメントしており、素晴らしいとしか言いようがありません。そんな滋賀支部は森田選手以外にも馬場選手や遠藤選手と SG を優勝する選手が近年生まれており、少数精鋭といったイメージを持ちます。森田選手によくいじられている馬場選手が印象的ですが、お茶目な愛されキャラでお寿司のガリが大好きな森田選手ことガリタさん。ただレースとなれば鬼人とも化し、天性のスタート力を武器に2023年 SG 戦線へと復帰した際に、峰選手が達成して湧いた24乗制覇と通算 100V は、森田選手は峰選手より早く達成済み。2019年8月に再婚、9月に史上28人目となる24乗制覇と 100V を達成。さらになんなら10月には通算2000勝も達成しているという圧巻の強さを誇っています。直近のレースで見ましても圧巻としか言いようがない状態でした。3月末から大村で開催された一般戦、通常の6日間シリーズよりも1日長い7日間シリーズ、そんな中でも一般戦でもあるので、とにかく出走数が多く、ほぼ毎日2回走り、そんな中でも3日目の3着以外は全て1位と圧倒的な成績。優勝戦の日はさすがに2回走りはなかったのですが、1号艇で1コースからしっかりコンマ02とトップスタートを決めて、見事にイン逃げで優勝を果たします。さすがすぎると言えますが、この結果12走で11回1着と一般戦ではありますが準パーフェクト V を達成してしまいます。しかもこの優勝がなんと通算 122V というとんでもない優勝数。今の現役レーサーの中でも
トップクラスの優勝数を誇ります。勝率だけで見ても 7.98、 2連対率も 72.4 と圧倒的な数値です。ただ冒頭で述べたように、これだけの成績を残しているにもかかわらず A1 級から降格してしまいそうなんです。なんでと思われるかもしれませんが、ここには A1 級を死守するための最低出走数と呼ばれるものが存在します。その数は90走。ただ級別審査まで残り1ヶ月と迫る中、今の森田選手の出走数は70走、残り20走足りないとなっているわけです。7日間シリーズでほぼ2走も、正直走るのは大変かもですが、今の森田選手からすれば走れるなら走りたいというモードのはずです。20走は正直重いです。通常の6日間シリーズで1節間フルで走り切って約8から10走くらいです。直近の圧戦状況を見ても、この後6節圧戦が入っているのですが、級別審査時までに入っている圧戦で見れば現状2節となっております。ただ1つ目の三国は4日間のショートシリーズとなっておりまして、マックスで走っても8走なので、そうなれば12走残ってしまう状況です。 PG1 マスターズチャンピオンではドリームに選ばれているので、初日はグレードレースですし、1走だけなのは確定的です。予選は6走、準優優勝戦の日で、仮にマックスで2走走れたとしても10走がマックスとなってしまいます。となれば今の圧戦だけで考えればマックス16走ともなりますので、20走必要という中で考えれば、今のところどうしても4走は足りない感じです。勝率が 7.98、 大村の準パーフェクト V で勝率はもう8点台でしょうけど、そんな成績の選手が A2 級となってしまうという危機的な状況となっています。あと4走なんとかならないものか、そんなことを思いながら4月の開催スケジュールを見ておりますと、森田選手は4月21日まで圧戦が入っておりますが、次の圧戦が5月1日なので、全県日を考えれば4月22日から4月29日までの圧戦であれば、入ろうと思えば入れるのではないかと思いました。まだ間に合うのであれば、開催時期が間に合うと言えるのが蒲郡、三国、琵琶湖、天ヶ崎、小島、下関が日程的にはいけるのではと思いました。中でも琵琶湖は滋賀支部の森田選手にとっても地元であり、開催日で見ても4月23日から4月28日と、とても良い日付での一般戦ともなります。出走メンバーで見ても馬場選手に丸野選手、遠藤選手、お弟子さんでもある中島選手も走る滋賀支部のゴールデンウィークレース感もあり、ここであれば森田選手も違和感なく走れるのではないかと、出走メンバーを見て思いました。もう絶対に無理とかであればどうしようもないと思うのですが、滋賀支部の看板レーサーともいえる森田選手ですし、圧戦をしてあげても良いのではと思ってしまいました。と言いますか、このメンツなら逆になぜ森田選手がいないのかぐらいのメンバーなので、最後の最後は地元が助けてあげれる情があるので、少し日程的に辛いところもあるかもですが、あと4走を走ると考えればなんとか実現できる情ではないかなと考えます。実際森田選手は20年以上 A1 級をキープし続けているというめちゃくちゃ稀有な選手です。しかし2023年7月に尼崎で1本目のフライングを切り、フライング休みを消化していなかった中で、9月に大村で2本目のフライングを切ってしまいまして、まさかの F2 状態となってしまいました。福岡の G1 を走り切った後の10月16日から90日のフライング休みとなっておりまして、2024年前期が始まる11月から休みとなっており、復帰したのは2024年1月の徳山での一般戦、90日休みごとはなっていたので、復帰戦はスタートを合わせるのが難しいだろうなと周囲が思っていたかもですが、4ヶ月ぶりの復帰戦でいきなり優勝してしまいます。強すぎますよね。しかもそれだけでは終わらずに、なんと地元でもある琵琶湖で開催された一般戦ではまたしても優勝、2節連続 V という圧巻の成績を見せ、完全復活を周囲に見せつけます。実際
完全復活という言葉にも、森田選手は2021年に肩の手術をしていたりなど、体調面ということで言っても万全ではないかもしれない時期がありました。もし無理をされてきていたのであれば、4ヶ月間の静養がある種、体調を万全に戻すための期間だったと考えれるのであれば、とても良かったのではと思います。2024年1月に復帰されてから、立て続けに優勝されて、もうすでに4 V も達成されています。この優勝回数は現時点でトップといえる優勝回数を誇ります。そんな強すぎる森田選手がこのまま A2 級に落ちてしまうのか、勝率は十分達しています。と言いますか、十分すぎるというぐらいの勝率。なんたって今季の鬼別成績だけ見てみても8.29ですからね。強すぎますよね。これで A2 級はもったいなすぎますよね。実際武井奈美選手も勝率7点台を誇っていましたが、88走と2走足らずに A2 級でしたしね。フライングだったし自業自得だよという方ももしかしたらいるかもしれませんが、 A1 級から陥落となれば G1 SG にも出場が難しくなります。 SG ボートレースクラシックなど条件次第で出れるグレードレースもありますが、周年などは出れなくなっています。森田節など含めて、個人的にめちゃくちゃ森田選手が好きでもあるので、正直なんとかならないかなと思っています。もう過ぎてしまって A1 級は無理でした。というのはですが、今であればなんとか間に合うのではと思ってしまうからです。実際20年以上 A1 級から一度も陥落していないのは、登録番号順に言えば江口選手、松井選手、寺田選手、浜野谷選手、飯島選手、辻選手、森田選手、上平選手、徳増選手、魚谷選手、白井選手、佐々木選手、池田選手、寺田選手、坪井選手、菊池選手、斉藤選手、湯川選手とわずか18人。他にいれば申し訳ないのですが、約1600人ほどいる中で 1% ちょっとくらいしかいない、すごい選手たちの一人でもあります。白井選手も自己率的に危ないのですが、森田選手も出走数的に危ない。せっかく守ってこられた稀有な記録ですし、ぜひ A1 級をキープしてほしいです。今回はそんな危機的状況にある天才森田選手をピックアップしてお届けさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想など、ぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。